ビショップスコートの海戦は、7年戦争中の1760年2月28日、イギリス船3隻とフランス船3隻の間の戦闘。有名な指揮官、フランスはトゥーロー率いるフランス艦隊はその日の朝9時、マンシマとアイルランド海岸の間のアイリッシュ海で戦いを挑まれた。激戦の後、トゥロー軍は屈服させられ、マストを折られ、沈没しかけた。 トゥロー自身は心臓を打ち抜かれ戦死した。イギリスはフランス船3隻をすべて倒して干渉した。1760年2月21日から2月26日までの間、フランスの主略船長、フランスはトゥロー率いるマレシャルド・ベライル、テルプシコール、ブロンドの3隻がアイルランド沖に集結した。彼らはフランス軍600人を上陸させ、 キャリク・ファーガスの少数の中流軍を撃破して死を占領した。テュローは町を5日間占領したが、ストロード率いる民兵隊が迫っていた上に、イギリス海軍が沖に現れたことから、テュローは撤退した。テュローの位置が分かると、イギリスは行動した。前年の秋にテュローの計画を知り、守備を強化していたリバプール港はさらに援軍を呼び、 スポーツマスとプリマスからの艦艇がリバプールへ向かった。1月、マイケル・クレメンス艦長のパラスとロジー艦長のブリリアントはアイリッシュ会で守備軍と合流する命令を受け、キンセール港で待機していた。2月24日に警報を受けたことで艦隊は数時間内でジョン・エリオット艦長のアイオロスと共に出港した。艦隊は2月26日にダブリンを通過したが、 悪天候によりベルファスト湖に侵入できず、トゥローに逃げられた。2月27日から28日にかけての夜、カンバーランドのホワイトヘブンがトゥローの次の目標という噂を聞くと、イギリス艦隊は南東へ向かい、スコットランド南部のギャロウェイ岬を迂回しようとした。艦隊はそこで、ルース湾の入り口で怒りを下ろしていた、フランスのフリーゲートを見つけたが、フランス艦隊は、 ルース湾に追い込まれないようさらに南東の満島へ向かった。エリオットのアイオロス艦は日の出の頃にマレシャルド・ベライルに追いつき、ギャロウェー・岬とマンのジャービー・ヘッドが見える海域で戦闘を開始した。原則放射撃の後、キューローはアイオロスに引っ掛けて乗船攻撃を仕掛けようとしたが、イギリスの小航系砲撃で多くの人員とバウスピリットが失われる結果となった。 続いてアイオロスが原則砲を射撃した後に下がって、パラスとブリリアントがベライルに向かって砲撃した。アイオロスはここで戦いに復帰した。テューローはすでに腕を一本失っていたが、部下の降伏の提言を拒否して戦い続けた。さらにアイオロスからの砲撃でベライルが浸水し始めていることを知ると、構わない、続こう。 と答えたが、直後に一発の武道弾が彼の心臓を貫通した。アイオロスにいる、ホーブスタイは、ベライルの人員が不足していた上にひどく、混乱していたところを見ると、25人と共に、乗船してその旗を下ろした。一方、パラスとブリリアントは、残りのフランス船2隻と対峙した。デッソー王で大座率いるテルプシコールは、逃げようとしたがパラスに追いつかれ打捕された。続いて、 ブリリアントがラケース大佐率いる36門砲のブロンドを打破して戦場の400人を捕虜にした。戦いの最中、トゥローの死体は他の数多くの死体と共に海中に投げ込まれたがイギリスに回収された。こうしてこの戦闘はエリオットの干渉に終わった。戦闘後のラムジーワン、リチャード・ライト作フリゲート3隻の喪失のほか、フランスは死傷者を 数多く出した。多くの兵士を含む300人の死傷者の他1000人が捕虜になった。エリオットはフランスの捕虜が多すぎたのでキャリックファーガスまで連行するのにホワイトヘブンにあるスノー船を使った。一方イギリスの死傷者は取るに足らないほどに少なく、アイオロスは死者4名、負傷15名、パラスは死者1名、負傷5名、ブリリアントは負傷11名だった。 エリオットは、フランス士官30人をプリーマスへ連行した一方、それ以外のフランス捕虜は、ラムジー、続いて3月2日にベルファストまで連れて行かれた。5月10日、捕虜たちは釈放され、フランスへ送還された。勝利した3人の艦長には、アイルランド議会より、全会一致で謝意を表され、打破されたブロンドとテルプシコールは、イギリス海軍に組み入れられた。ーーは、 カークメーデンで、サー・ウィリアム・マクスウェルにより正式な軍令にのっとって埋葬された。画家のリチャード・ライトは、戦闘目にして、絵画を描き、版画として作成する。戦闘に関するバラードが創作され、聖職者のジョン・フランシス・デュランにより、デュローの伝記が6月に出版された。ありがとうございます。